人に貸したら別のそのグループがまたここに貸しに行く。でまた別のグループがここに貸しに行く。でその人間をどんどん全もうそのグループで全部で貸して、で食い潰して結果的に全部が潤って引く。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日も引き続きまして稲葉さんに、話を、聞いていきたいと思います。はい。で今回は、ヤクザのしのぎ。はいはい。結構それこそ井上さんのチャンネルの方でも敵屋のことであったりとか、まあいくつかさっき井上さんのチャンネルの方で僕のコラボの方でもボートの話とかいろいろと聞かせていただいたと思うんですけど、ちょっと自分らが気になった井上さん結構18歳か19歳ぐらいの時に金融のなんかお仕事かなんかされてたって書かれてたと思うんですけど、それってまあ要は俗に言う金貸し、そうですね、まあその闇金と言われるんですか。それってでも実際どうなんですか。やっぱもうそれでやっぱ生活の生計を立てる人すごい多いんですか。もう知っとるでしょ。いや、知ってますけど、もっともっとこうヤクザ金融をもともと僕がその金融をしてたっていうよりも、もともと僕ね、中学生から片握大工してたんだよね、で、片握大工してて、で、その時に腰をやってしまって、で、もともと今でも悪いけど心臓が悪くて、で、その時にちょうどその腰をやった時に心臓も悪化してたんだよ、で、現場に戻ることができず、で、昔僕が見てたなにわ金融道、南の芸能ね、あれにすごい憧れてて、わかります。で、竹内力さんのあの役を見て、うわかっこいいな、金子したいねっていうふうに思ってて、で、ちょうどその時に腰痛めたんで、ちょうど友達にいたんですよ、金融やらしてた人間が、で、そこに訪ねて行って、で、ちょっとやらしてくれんやろかってって言ったところが、僕の親父っていう人間、要は組長のところだったんですよ、門叩いたところが、で、それで、まあその金融をやり始めるんですけども、その時に、まあ多分全国的なんでしょうけど、金融がめちゃめちゃ流行ったんですよ、闇金っていうのが、はいはい、で、この当時に、これちょっと外力チャンネルの方でもちょっと触れさせてもらってるんですけど、はい、取り立てに行くじゃないですか、はい、取り立てに行っても警察呼ばれたところで、はい、こっちがその事件性のないこと、要は例えばドアをぶち破ったとか、はいはい、そういうことをしてなければ、はい、警察が来たところで民事不介入で、もう警察も入れなかったんですよ、そういう時代だったんですよ、その当時って、もう一切警察がそのタッチができないっていう、はい、闇金であってもね、はいはいはい、でそれでそういう部分で、僕らのそのやり方っていうのは完全にシステム化してました、要は一人に貸すじゃないですか、はい、で一人に貸したら別のそのグループがまたここに貸しに行くんですよ、でまた別のグループがここに貸しに行く、で、はい、一人の人間も食い潰してしまう、それでもなったら払えなくなってしまったらみんながそうじゃないですか。でもいや、だから、その人間、要はいろんなその人間がいるでしょ、はい、だからここは車の担保とか、ここは家財道具の担保で、ここは何々の担保とかで、言ったらその時って、カーローンとかも闇で結構組めてたんですよ、で、わざとそのカーローンをバコーンとか組ませて、で、その人間をどんどん全もうそのグループで全部で貸して、で、食い潰して結果的に全部が潤って引くっていう、車とかは募集して金融棒になるという、もちろんもちろん、なるほど、それで金融棒の車が生まれてたわけですね。昔はね、で、なんかね、そのカーローンもわざとその車も買わせて、そのままどっかに叩き打ったりとか、もうそういうやり方ですよね。だからもう完全にシステム化です、はい、で、その当時ってまだ闇金の看板とかももうずらーっと貼ってあったんですよ、電信柱でも貼ってましたもんね。そう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 、ね、ガードレールとかこの辺もね、昔は甘かったんで、はいはい、交通量の多いその信号待ちの約 10m はもう看板だらけです、うん、だけどパチンコ屋とかにもこんくらいの紙で作ったあれをずっとこうなんかドアのこうノブというか、はいはいはい、あそこに挟みに行ったりとか、団地だけ、はい、団地だけにビラを巻きに行ったりとか、だからね、どのくらいかな、1日本当10キロ以上は多分歩いてたんじゃないですか、もうずっと回ってましたもん、毎日のように。でもそれはやっぱ そんだけやっぱ動くだけ反響やっぱあるんですか。あります。あるんですか。その当時は、でやっぱ借りる人間もその当時やっぱり闇金が流行ってるんで、もう借り慣れしてるんだね。ああ、うん、そうなんですか、うん、借り慣れしてます。それでも例えばその何もなく、例えば担保入れるものもない、うん、で貸してくださいでも貸さないですか。あーっとねー、
いや貸しますね。状況によるけれど、うん、まあもちろんその大きな金額じゃないんで、はい、もう3万円からとか5万円からでもどん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 食い潰していくんで、結局そこでまだ膨らんでいくじゃないですか、はいはい、膨らんでいった時に親戚のところに行かしたりとか、いろんなやり方しましたね、うん、まさに本当に漫画の世界そのものですね。あ、もうその、ね、そのもの、牛島ね、だからその時ってまだその住民票を取りに行けたんで。ああ、そうなんですか。そう、今は人がもう住民票取ることできないじゃないですか。違う人ですね。その当時って誰でも取れたんです、はい、でそこで本籍地調べたりとか、はい、で本籍地に行って、でその周りの家とかもどんどん聞き込みして、はい、でその実家をまたどん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 聞きに行ったりとか、もうめちゃめちゃしてましたよ、うん、それこそ利子はどんなもん取るんですか。そのね、その親父のとこの金融屋は、はい、都一で、もう一グループは週一、もう一グループは週二とか、ひどいとか週5でやってましたよ、週5いかついな。結局そのじゃあ10万円貸しますと、はい、10万円貸しますって言っても、結局その5割をもう先に取られるんで、もう手元には5万円しかないんそうだ、最初そうです。でもその借用書自体は10万円の借用書、これイメージ悪いねまあまあ、10代の話ですよね。そうそうそう、あの自分のチャンネルで言ってなかったけんこれちょっとイメージ悪いな喋りすぎたね、ちょっといやいや、でもあのでもまあもちろんやっぱウォールガダン組長がやってるので、やっぱそうある程度もっともっと想像で言ったらもっとやばいことをやってそうな、はい、ことはあるんですけど、まあこれは10代そうね、18から21ぐらい、要は決闘罪で逮捕されるまではずっとこういう形でやってました、はい、まあこれ懲役出てきてからも金融とかもほとんどしてないんですけど、はいはいはい、うん、それまではもう金融が主でやってましたね。なんかでもその周りに聞くとヤクザ金融、うん、それこそ、うん、肩着の人がヤクザにお金を貸すっていうこともあるんですか、うんうん、ありますあります。これはどういうふうな、ね、まあまあ、言うたら表に出ないような金、はい、表に出せん金っていうのはその当時やっぱいっぱいあったんで、はい、裏金っていうのが、はいはい、それを、ヤクザに貸して、例えば1割がちょっと大きいんで、はい、例えば5分貸しとか、ねうん、そういうふうな感じで僕もやっぱ最初は借りてましたもんね、それこそその借りたお金っていうのは、そのヤクザ金融やったら名刺があるだけで、うん、その借用書やんか、たまに噂で聞くんですけど、どうなんですか、それやっぱ借用書はやっぱさすがに巻きます。僕は書いてました。そうですよね、うん、踏み倒しましたけど。さすがですね。あのやっぱ横向くのも力入ります。そう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 。踏み倒すのも力入ります。きっちり踏み。いやー、でもあの結構やっぱりその僕の中でお金を貸す人って、うん、僕も金貸しをやってる人があって、結構すごい細かいイメージがあるんですよ。そんな派手にというよりはやっぱり結構きっちりお金を逆に出ていくのはすごい抑えて、うん、入ってくるので。っていうようなイメージあるんですけど、そんなことはないですか。それは人によるんじゃないですか。あ、そうなんですか。結局、うん、特に僕がそのついてた親父っていうのは、はい、あんまりお金に全くこだわりがない人で、はいはい、もう本当に昔仇で、もう下痢人情に熱い、はい、で、はい、やるときになったらもう一人でも行くっていうふうな人だったんで、はい、そのもう若いもんが支えるっていうふうな親父だったんですね。あ、うん、なるほど。だからまあこれは完全に人によると思う。うん。結構でもそれこそその車担保やったら金貸しますよっていう金貸しもいますよね、うんうん、そうですね、いろいろですもんね、携帯が、うんうん、だからあの僕らはその食いっぱぐれがないように最初は3万円ぐらいからとかっていうふうな感じでずっとこうグループで、はいはいはい、人間を一人一人っていうふうな感じでしたね。やっぱ3万とか借りる人はやっぱジャンプとかするんですか。ジャンプ俗に言う今回払えないから次にしてくれっていうね。そうジャンプね、ジャンプの時にまた紹介するんですよ、はい。あ、だからがんじがらめなんですよ。なんかよく言うあるじゃないですか、もううちで一本な、何これ一本、うん、一本化、一本化してしまえやみたいなのあるじゃないですか。だから最終的にまたその一本化に持っていく。なるほど。で、カーローンを組ませるっていうふうな形に持っていくんですよ。あ、最終、うん、それなんか例えば8時以降は取り立て行ったらいけないみたいな。そう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 、なんかありますね、そんなのが。8時か9時かなんかそれ以降に行ったらダメって、そこはだから、民事不介入ができないところなんだね。だからあの警察はそこ入ってこれるんで、それ以上は行かない。ああ、そうなんですね、うん、でもそれでもね、やっぱまあ取り立てじゃないですけど張り込みとかはもう24時間とかやってましたもんね。ああ、そうなんですね、うん、それこそ団地とか行くじゃないですか、はい、で、排水口っていうかなんかドアのこっち側にあのパイプショフトがあるじゃないですか、はいはいはい、あそこにずー
ーっともう何時間も待っとったりとか、はい、ですか、ずーっとやってましたよ、そんなこと。いやいやいや、それすごいすごいっす、ずっとやってました、こんなの。そんなんでも例えば返さなかったやつとかいるじゃないですか、うん、例えば逃げて捕まえたりとかしたらやっぱりその多少行ったら、いや、殴らない、さすがにお金にならないですもんね。ならない、はあ、何かしら仕事を紹介したり、そう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 、そんなもんやっぱりやるわけですか、うん、やります、やります。僕一回ちょっと見たことあるんですけど、まあ、パチンコ屋出てた時に、まあ、監禁してお金持ってたんですよ、うん、じゃあそれを見た夫婦が、うん、まあ、50代ぐらいですね、うん、僕に、電車賃がないから電車賃を貸してくださいと、うん、あれこれどっかで見たぞと、うん、あの牛島君とかにこういろんな人に1000円だけ借りるとかあるじゃないですか、はい、これちゃうかと思ってこの人が借りてんちゃうかみたいになったんですけど、そうやってちょっとでもこう回収するみたいなのあるんですか。牛島くんあったね、その返す金がないから毎日いろんなパチンコに入りついて買った人から1000円ずつもらってそれを利子として払うみたいな。天王寺のパチンコでそれ言われて、仕事制御話だけどね、そう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 、あ、それは見たことないですね。ですか、うん、俺もそれ聞いたことないわ、それは、うん、僕もそんなんないからね、もういよいよやなっていう時は本当そのカーロンと、さっき言ったカーロンと、はい、あとあの親戚の家をずっといろいろ回ってました。知り合いの家とかいろいろ電話されて、で家におるかどうか電話されて、で家におるってそのお金貸してくださいとかじゃなくて、もうそのままその友達とかこの辺の家に行って何万円貸してください、それを1日7、8件やったりとか。ほんま南ってようですね。ほんまにそうですね。あの万田銀次郎もめちゃくちゃ行きますから。ちょっとこれまずいね。これイメージ悪いな。実力。なるべくね、俺イメージが悪いようなことは喋ってないじゃんね。悪いねこれ。ちょっともうちょっともう息切ってしまいます。なんかあのリップサービスということで、はい、すみません。あと最後にあのそれこそ、うん、一括で一番貸したことあるお金ってどんなもんなんですか。あの親父が、はいはい、そのちょっと人情もろかったんで、はいはい、親父がその100万200万っていうその貸しはありますけど、はいはい、僕らはもう10万円以上は絶対に貸さないっていう、もう本当にこうシステム化されたもんだったんで、それ以上は絶対に貸さない。逆にでもそっちの方が儲かるんですよ、ね、儲かる。結局もう小刻みなんで、結局その多く貸すよりも多く貸せ、なるほど、うん、金額よりも多数の人間、名言ですね。悪の名言ですね。悪いなって失敗したねこれ、大阪来たの。編集したやつも来るんでダメやったけど。ぶつかってください。はい、今日はちょっと実録、あの実録で金貸しの人とね、あの起きてというか、はい、金貸しの人の話をあの聞かせていただきました。サムネイルはあの湯山の喋りすぎというか。はい、今日は、はい、今回はもう自分らのチャンネルもこんなもんで、はいはい、させていただいて、またちょっと別のとことかでも、はい、そうですね、今もしかしたらちょっと共演させていただく話もありますんで、また、はい、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。はい、ガキなんだ自分なんですけど、またよろしくお願いします。いえ、どうぞ、お願いします。ご視聴ありがとうございました。次またちょっと福岡行かせてください。はいはい、はい、どうぞどうぞ、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。